く、ブンデスのデュエル王こと遠藤航さん、プレミアでのデュエル勝率がこちら。リバプール専門サイトによると、遠藤のプレミアでのデュエルの勝率はわずか 31% となっている。ドイツではデュエル王だった遠藤航、まさかのスタッツに現地でも懸念がある模様。まあブンデスとプレミアが同レベルに見えてたのってブンデスオタだけやし。ブンデスってバイエルン以外のクラブがゴミなんよね。そもそも遅すぎてデュエルすらさせてもらえてない方がやばい。まあプレミアとブンデスでは守り方が違うからな。ドイツの方がフィジカル弱くてもなんとかなることが多いし。戦術とポジションがブンデスの頃とは違う。ブンデスでもデュエル勝利数が多いけど勝率は普通。順位低いチームで姿勢に回ることが多いからデュエル数が多かったという話でしょ。ダブルボランチの一人とリバプールは前かかりでできる広大なスペースを一人で埋めるアンカーとの違い。まだ周りの顔見て遠慮してるからうまくいってないだけ、もう少し馴染めばいいプレイになるよ。